ビロンカロキムチリは、ケニアの陸上競技選手、専門は長距離走、ロンドンオリンピック男子1万メートルケニア代表。広島県立セラ高等学校入学後は日本を拠点に活躍し、同校卒業後、SB 食品、DNA を経て、トヨタ自動車所属。ニアフルル近郊の出身。カロキは2002年頃に、ケニアの陸上クラブミアスレチッククラブに入った。 同クラブはかつて、サムエル・ワンジルも在籍した強豪クラブチームである。カロキはケニアで過ごした、中学時代まで、陸上の目立った実績を残していない。中学卒業後の2007年、ケニアの日本大使館の紹介で来日し、広島県立セラ高等学校に留学。同校では、広島県代表として、全国高校駅伝に3年連続出場し、2007年、 第58回大会から2009年第60回大会まで3年連続区間賞を獲得2年時は4区を走り区間新記録を受立3年時は3区で8人を抜き先頭に立ってセラ高校を全国優勝へ導いた2010年に同校生産情報科を卒業2010年4月に SB 食品へ入社千葉国際クロスカントリー大会は セラ高校2年時の2009年第44回大会から SB 食品入社後の2011年第46回大会までシニア1万2000メートルで3連覇を達成。福岡国際クロスカントリー大会は2011年第25回大会シニア1万メートルで優勝を飾った。2011年9月にマップトで開かれたアフリカ競技大会は ケニア代表として1万メートルに出場し、銀メダルを獲得。2012年2月には、ケニアクロスカントリー選手権1 2トルで優勝した。2012年6月1日、ユージーンでロンドンオリンピックケニア代表選考会を兼ねて行われた1万メートルに出場、ウィルソン・キプロプ、モーゼス・マサイに次ぐ3位に入り、ケニア代表をつかみ取った。 2012年8月4日、カロキはロンドンオリンピック1万メートルに出場した。カロキは中盤、先頭に立って集団を引く形でレースを進める。カロキを含めた先頭集団は大人数のまま終盤に突入、残り1000メートルからペースが上がる。カロキは残り一周で先頭のファラーをかわしにかかるが、及ばず、後続の選手にもかわされたものの、ラップ。 ベケレラに続く5位に入った。記録は27分32秒94で、ケニア勢最上位だった。オリンピック後の8月31日、所属する SBE 食品が、年度末での陸上競技部配布を発表した。同年9月、福岡市で開かれた第60回、全日本実業団選手権は5000メートルに出場し、優勝を飾った。2013年3月の、 SB 食品陸上競技部配布に伴い、カロキは瀬子俊彦、セコトシヒコ、野祐一郎ら同部に所属する選手、スタッフと共に同社を退社。同年4月、SB 食品税の受け入れを表明し陸上競技部を発足した DNA へ移籍した。同年7月に、ナイロビで行われた、世界選手権ケニア代表選考会1万メートルは、ポールタヌイラを抑えて優勝し、 代表入りを決めた。2013年8月10日、モスクワで開かれた世界選手権1万メートルは6位入賞の成績を残した。2013年11月、DNA は2014年1月の第58回全日本実業団駅伝出場を目指して東日本地区予選である第54回東日本実業団駅伝に参加。 カロキも3区に出場し DNB は5位で予選通過を決めた。2014年1月1日、第58回全日本実業団駅伝は2区を走り区間2位、5号抜きの新記録である26人抜きを果たした。同年3月のリスボンハーフマラソンは22度まで気温が上昇する中、初のハーフマラソンを走り59分58秒の記録で優勝した。同年五月、 カロキは岐阜市で行われた岐阜清流ハーフマラソンに出場し 15km 付近から後続との差を広げて大会新記録となる1時間00分02秒で優勝を飾った同年8月にはアメリカ合衆国メイン州ケープエリザベスで行われたビーチとビーコン 10K で優勝同年9月にフィラデルフィアで行われた ロックンロールフィラデルフィアハーフマラソンは59分23秒の記録で優勝した。2015年1月1日、第59回全日本実業団駅伝は区を走り10位でタスキを受け取ると7人抜きの走りでチームを3位にまで押し上げ、前年同区間で区間賞を獲得した NTN のエドワード・ワウェルや2013年の モスクワ世界陸上1万メートル銅メダリストの旧、電光のポール・タヌイラを抑え、日清食品のバルソトン・レオナルドと、同タイムで、区間賞を獲得、DNA 総部2年目での6位入賞に貢献した。各区間で行う、区間賞を獲得した選手へのインタビューでは、通訳なしで流暢な日本語で答えた。2017年4月23日、初のフルマラソンとして、 ロンドンマラソンに出場。中盤までトップ集団に位置したものの3 0トル過ぎでダニエル・ワンジルのロングスパートについていけず、3 6トル次では5 0 0 0ル1万メートル世界記録保持者のケネニサベケレにも交わされ、終盤には大きくベースダウン。それでも最後はアベル・キルイの猛追を交わしてセリー勝ち、2時間7分41秒の 成績で3位に入った。2019年3月3日、東京マラソン2019で2時間6分48秒で準優勝。2020年4月、DNA からトヨタ自動車移籍。ビロンカロキとする表記もある。セラ高校時代は部員で最も早く起床し、練習に取り組み、日本人学生と同じ授業を受けて勉学に励んでいた。高校の二学年先輩に、 鎧坂哲也がいる。2014年現在、日本語によるスムーズな会話と読み書きができる。同年には TBS の番組オールスター感謝祭に出演し、エリックはいないならと赤坂5丁目ミニマラソンを走っている。ありがとうございます。